サンタマリアマジョーレ大聖堂サンタ、マリアマジョーレ大聖堂サンタ、マリアマジョーレ大聖堂は、イタリア、ローマにある、カトリック教会の聖堂。偉大なる聖母マリアに捧げられた聖堂の意で、教皇が建築させた、ローマの四大バシリカの一つに数えられる。四大バシリカとはこのサンタマリアマッチョーレ大聖堂と、サンピエトロ大聖堂、サン、ジョバンニンラテラの大聖堂。 サンパオロフオーリレムーラ大聖堂である。さらにサンロレンツォフオーリレムーラ大聖堂を加えて後ダイワジリカと呼ぶこともある。内部サンタ、マリアマジョーレ大聖堂は、古代キュベレ人の神殿があった場所に築かれた。数回にわたる改修と1348年の地震に伴う崩壊の危機を乗り越え、ローマのバシリカ様式の聖堂では、 唯一原構造を残している貴重な建築物である。サンタマリア・マジョーレという名称には二つの意味がある。一つは、世界の聖堂の中でも特に重要な教会、まさに母なる教会であるということ。第二にカトリック信仰において、古代より尊重されてきた聖母マリアへの崇敬を表す聖堂であるということである。世界中に聖母マリアに捧げられた聖堂があるが、 その中で最大のものが、サンタマリア・マチョーレ大聖堂である。アビニョン補修から、ローマ教皇がローマに戻った後、ラテラの大聖堂が荒れ果てていたため、一時的に、サンタマリア・マチョーレ大聖堂が、教皇宮殿として用いられていた。後に、バチカンに、教皇宮殿が作られ、教皇はそこに移って、現代に至っている。1929年に結ばれた。 ラテラの条約の取り決めによって、イタリア政府は、バチカン市国外であっても、サンタマリアマッチョーレ大聖堂における、バチカンの特別な権利を認めている。ありがとうございます。